はい、皆さんこんにちは。歴戦に講師の森山です。本日は令和5年度、まあ、司法書士の試験に私のクラスで勉強して1回で受かった根本真奈代さんの方にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これから一発で受かった秘訣だとか、こういうふうに勉強すればいいよというメッセージなどいろいろお聞きしていきたいと思いますから、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。まず根本さん、司法書士を目指した理由って何ですか？はい、私は以前の会社で、営業部とか、はいはい、総務部とか、うん、法務部とか、さまざまな部署に所属をしていたことがあるんですけれども、その中でも法務部にいた時期っていうのが一番仕事が楽しいとこうやりがいを感じていたので、うん、法律を専門的に扱う仕事をしてみたいなと思うようになりました。どういうのが楽しいですか、法律って？そうですね、なんとなく楽しいですか？楽しいですか？まあ、いろいろね、書類作ったりとかやりがいがありますもんね。そうですね。自分がやったことが会社のね、法務で生きるってことでね、はい、結構予防法務的なところがあったので、うん、まあ紛争が起きる前に、まあ、契約書をきちんと整えておくとか、うん、というようなもう争いをこう事前に予防するっていうところにやりがいを感じていました。あ、なるほど。だから予防法務的にこう司法書士につながるわけですね。あ、そうですね。司法書士って知ってました？あ、はい、法学部出身なので、うん、司法書士という仕事自体は知っていました。はい、じゃあそれで会社を辞めて司法書士を目指そうって形で始めたっていうことですね。あ、はい、そうです。はい、で司法書士を目指そうと思った時に、まあ、独学か予備校か選ぶというふうに思うんですが、レッコを選んだ理由ってあります？はい、まず自宅から通いやすい場所にあったので、一度体験入学という感じで講義を聞かせていただいたんですけれども、はい、ちょうど森山先生の憲法の講義をやっている時で、うん、講義を聞いてすごく丁寧に説明してくださって、分かりやすく面白く感じて、これであったら授業についていけるかなっていうふうに思ったということと、森山先生の雰囲気がすごくこう、うん、お優しそうでいい雰囲気だなと思ってこう、はい、いいなというふうにビビッと感じたっていうことが理由です。ビビッと感じてくれましたか、はい、よかったです。やっぱりこう講師の相性って大事ですからね。この講師についていこうってやっぱり思っていただいたってことで本当に嬉しいですね。で、実際に始めてみてどうでした？講義の方はなんかついてきたりできました？あ、はい、森山先生は講義を聞くのはできるだけ一度だけに集中して聞くようにというふうにおっしゃっていたんですけれども、できるだけ私もそういうふうにしようとはしていたんですが、まあ、どうしても1回の講義で理解できないところっていうのはやはり出てくるので、その時はもう、アーカイブで翌日にすぐ講義の、はいはい、アーカイブが出るので、そこで分からなかった部分だけもう一度聞き直すというふうにしていました。なるほど。やっぱりね、講義を何回も同じものを聞いても意味がないって私よく言ってるんですけれども、一回集中してこう聞いて、で分かんなかった時だけ聞いたって感じですね。あ、はい、そうです。講義は集中して聞けた感じですか？あ、そうですね、はい、なるべく集中して聞くように、うん、そのコツとかってあります？講義を聞いてる時の、そうですね、まあ、やっぱり先生がおっしゃったように一度で講義、うんをまあ理解するというか、うん、一度だけ聞くんだっていう気持ちで受けると、まあ、後から聞き直せるからっていうふうに思わないで、もう一度しか聞けないっていうような気持ちで聞くようにしていたっていうのはあると思います。あ、よかったです。根本さんってズームで聞いてたんですよね？あ、はい、通学生だったんですけれども、うん、まあ、コロナ禍だったということとか、うん、まあ、往復の時間がもったいないとかっていうこともあって、で実は自宅からほとんどというか、まあ、全部ズームで聞いていたんですが、うん、まあ、それでもリアルタイム受講になるので、こう講義のライブ感というか、うん、リアルタイムで聞くっていうことがやっぱり集中するコツだったかなというふうに思います。あ、なるほど。もう自宅で見てるけれども通信ではなくてもう生配信で見ていたから、うん、もう絶対その日に聞かなきゃって感じで見ることができたわけですね、うん、そうですね、はい、ズームの良さですね、それはね。そうですね、はい、じゃあその講義を聞いてるあたりのことをいろいろお伺いをしたいんですけれども、はい、スケジュール的には日曜日に講義を6時間聞きますよね、うん、その復習ってまずその日のうちにしました？はい、正直日曜日の講義の後はもうヘトヘトになってしまって、なってしまったので、うん、もう翌日1日かけてしっかり復習をするようにしていました。
なるほど。1日かけて講義でやったことをこうブレイクスルーテキストで見るって感じですね。はい、ブレイクスルーを読み返すというか、まあ、復習をするのと、うん、あとは携帯手法書士とブレイクスルーテキストをこう、うん、手足合わせて復習をするっていう風にしていました、はい。今月曜日に復習するってお話でしたけれども、火曜日からじゃあ土曜日は何をされてたんですか？はい、火曜日から土曜日までは、うん、その今週やった範囲の携帯手法書士を1日1周するという感じで復習をしていました。1日1周、はい。あ、じゃあもう火曜日にその範囲を携帯やって、水曜日にやってみたいな感じで。そうですね。あ、もうじゃあ繰り返し 4,5 回復習して次の講義に乗り込むって感じですね。はい。なので、まあ、うん、携帯手法書士は、まあ、月曜日から土曜日まで6日間、合計6週必ず毎週するようにしていました。ああ、すごいですね。そうすればもう直前期の前にもう講義に合わせて毎回毎回6回ずつできますから、繰り返す回数がすごい増えますね、うん、そうですね、うん、やっぱりこの試験こう繰り返さないと覚えられませんから、うん、やっぱり何回繰り返せるかってことが勝負だと思うので、もう講義の最中にそれができたというのはすごいいいですね、はい。ちょっと根本さんの方からいろいろ教材をお持ちいただいたんですけれども、でまずブレイクスルーテキストの方ですが、こちらですね。こちらいろいろ書き込みがありますけれども、これは講義の中で書き込んだ感じですか？あ、そうですね。講義を聞きながら、うん、はい、書きました。私がチェックしてくださいってところはチェックして、で、図を書いたところは写してみたいな感じですね。はい。はい。こんな感じで、本当に丁寧にいろいろメモが書かれていますね。で、このメモを講義中にこう書き込んで理解できるようにしていったって形ですね。はい。はい。で、ただこのブレイクスルーをその火曜日以降ずっと使ったわけじゃないってことですよね。そうですね。ブレイクスルーは日曜日の講義の時と、うん、その講義の翌日の月曜日に見るだけで、はい、あとはもう全部携帯手法書士でやっていました、はい。もうブレイクスルーは使わない。で、携帯手法書士のに移行するってことですね。はい、うん、その分こちらにいろいろこうやって書き込んでいただいて、本当にこうこちらにその講義でやったこととかそういう情報も全部こう集中させたっていうことですよね。はい、本当にいろいろ書いてあるんですね。わ、すごい。もう細かい字でいっぱい書いてありますけれども、覚える知識だけではなく、その趣旨だとか理由付けだとかそういうのも全部書いたってことですね。はい、はい。でここに集中させたからこそ、もう本当にこれしかやらなかったって感じですね。そうですね。もう、うん、使ったテキストはブレイクスルーテキストと、あとは携帯手法書士にもう絞って勉強していました、はい。そうですね。やっぱりこの試験受かる方っていうのは確実な知識を持っている方で、そういう方って同じテキストを何回も繰り返した方なんですよね、うん。だからもう携帯手法書士の方を集中的に繰り返したと。ちょっと先に直前期の話をさせてもらっちゃいますが、はい、直前期も携帯手法書士をずっと繰り返したってことですよね。あ、はい。もう直前期こそもう携帯手法書士一本でもう何回も何回も繰り返しました。うん、何回ってどれぐらいですか？直前期の3ヶ月間、うん、まあ、4月から5月、6月、3ヶ月間は1週間で携帯手法書士6冊を1周する、うん、という形でやっていたので、はいはい、1週間で6冊を1周。そうです。携帯手法書士は1巻目から6巻目までありますが、はい、それ1週間で繰り返すってことですね。そうです、はい。じゃあ1ヶ月で4週2ヶ月で8週みたいな感じで、そうですね、十何週か20週か直前期だけでやったという形ですね、うん、はい、はい。もうそれだけやっぱり同じ教材に集中してやったということですね、はい。携帯手法書士はどうでした？使い心地は。あ、すごく使いやすかったです。はい、まあ、小ぶりなので、うん、手に持って勉強できますし、うん、まあ、やっぱりブレイクスルーテキストが重いですし、はいはい、私は勉強するときにこの携帯手法書士を手に持って声を出しながら部屋を歩き回るっていう勉強をしていたので、うん、やっぱりこの軽いっていうのがすごく良かったですし、うん、もう本当にここに、ポイントが詰め込まれているので、本当にこれだけを信じて本当に繰り返していました。やった。もちろんね、執筆した甲斐があります。今ちょっと面白い話が出ましたけれども、勉強は基本的に家でしていたんですね。あ、はい、自宅でしてました。通学の時間ももったいないしってことですよね。うん、はい。で、家で一人で勉強してるとなかなか大変だと思うんですけど、それでも集中的に勉強できたってことですよね。そうですね。何時間ぐらい勉強しました？もう朝から晩までという感じで、まあ、休憩を除くと直前期は11時間とか勉強していました、うん。すごいですね。ちょっとその集中力を保つコツってものをいろいろ聞いていきたいんですけれども、今ちょっと話が出ましたけれども、なんか声を出して部屋中を歩いた、はい、はい、そうですね。
この携帯少々持って、はい、もうブツ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 こう音読しながら、はい、うろ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 していました。ひな形なんかも、そうですね、ひな形も声に出してやっぱり書くと手が疲れてしまうし、うん、スピードも落ちてしまうので、うん、もう喋りながらでした。あ、それいいですね。あのやっぱりひな形を覚えるときっていうのはひな形をこう書いて覚える人もいますけれども、うん、書く何分の1かの時間で口には出せますもんね。そうですね。でしかも喋ることによって耳が覚えてくれるし、うん、あとは歩きながら喋るので眠気もすっ飛ぶというか、はい、そうです、そんな感じで勉強できるってことですね、はい、はい。で家で朝からそうやってずっと勉強して、結構だから立ってる時間も多かったんですか？あ、そうですね、もう一日中立ちっぱなしっていう感じ。そうなんですか。机の前よりは立ってる時間が長いぐらいで、もう歩き回って一日中、うん、はいはいはい。でそれでもやっぱり集中力が途切れることってありますよね。あ、はい、そういう時ってどうしてました？一度椅子に座って、うん、ちょっとこう目を閉じて、うん、瞑想に入っていました。瞑想、はい、何ですか瞑想って？まあ、15分ぐらいこう目を閉じて、うん、呼吸に意識を向けてみるみたいなことなんですけど、プロっぽいですね。まあどうしても集中力って途中で途切れてしまうので、うん、人間ってもうそういうものなので、はいはい、なのでその時にこう休憩をするにしても、まあ、なんとなくスマホを見るとかよりは、うん、目を閉じてこう脳を休ませるとかっていう風にした方が、うん、休憩が終わった後にこうシャキッと再開できるっていうことがあるので、はい、瞑想みたいなものもちょっと勉強したりしたんですか？あ、そうですね。あ、何も考えないのがコツですか？そうですね、私個人的な趣味なんですけど、はいはい、1日1回瞑想する時間を実は作ってるんですけど。いいですねそれね。それが、うん、はい、頭を休めることにもなるし、 SNS なんか見てしまうと目も疲れますし、周りのことも気になりますもんね。そうですね、うん、周りを気にしないってことも大事ですもんね。そうですね、はい、はい。でヨガなんかもしたってことですよね？あ、はい、趣味がヨガなんですけれども。ヨガ、はい、もう週1回は、うん、私の場合は土曜日の午前中はもうヨガをやるっていうふうにもう決めてしまって、でそれ以外の時はもう勉強に集中っていう形で、まあ、気分転換をする時間っていうのは作っていました。ヨガも得意なんですか？あ、そうですね。それをやってやっぱり気分がほぐれるって感じですかね？はい、うーん、それでやっぱり勉強を集中したって形ですね。はい、はい、ありがとうございます。でそれのように、まあ、勉強していったわけですけれども、でいよいよ直前期ですね。で直前期も今先ほどお話があったように、まあ、携帯使用書士とかやったりして勉強していたということですね、はい。であとは模擬テストとか統練なんかも受けました？あ、はい、4月から統練を受けて、うんうん、公開模試も合計4回受けました。でそれはライブクラスで？あ、はい、直接校舎に行って受けるようにしていました、うん、はい。ファイナル統練とかって最初受けた時って点数出ました？まあファイナルの1回目は4月の頭ですけれども、うん、はいはい、不動産登記法の記述が 0.5 点というひどい点数を取ってしまって、はい、めげませんでした。びっくりしました。こんなに取れないんだと思って、本当にアウトプットが足りないんだなっていうことを自覚したり、うんうん、まあ、その時の原因っていうのが、まあ、メーヘン登記を忘れたことで、はいはいはい、こう全部は崩れしてしまったっていうことが、うん、まあ、原因だったので、こうメーヘンを忘れることの恐ろしさとか、うん、引っかかりやすい論点をしっかりこう出してくるんだなっていうふうに思って、うん、すごく役に立ちました。あ、そうなんですね。そこから記述の勉強もちょっと意識的に実践的な勉強もしたってことですよね、うん、はい、記述がもう弱いんだなって気づいたので。あ、はいはいはい、はい。でもちょっと成績表の方出しちゃっていいですか？期日が結構いい成績で合格されていて、もう205位で 44.5 点ですね。もう不動産登記の期日が 23.5、 こちら 21.0 ってことで、もうあの基準点よりだいぶ上の点数が取れていて、まあ、最終的にね、その苦手をクリアできたかな、こんな感じがするんですけれども、で実際にもうその 0.5 点しか取れなかったってことで、いろんな勉強を始めたわけですよね、はい。でまず携帯使用書の方で言うと、こちらやっぱりひな形集も携帯使用書を使って使いこなしていたってことですね。はい、もう、はい、はい、でこれも歩き回りながらこのひな形を読んだりとか、はい、はい。で私先ほど見させてもらって面白いなと思ったのが、わざといろいろ付け足したりして問題を難しくしてるんですね。あ、そうですね、うん、最初はひな形集の目的があるので、そんなに事例は複雑にはしてないんですけれども、うん、
自分でわざと敷地権を所有権から賃借権にしたりとかして、うん、はい、でこれってどのタイミングでアレンジしてみたんですか。当連とか模試で引っかかった論点、うん、特にこの賃借権なんかはまさにそうなんですけれども、うんうん、この雛形州で所有権で繰り返し、うん、勉強していたんですけれども、うん、当連か模試の時に、まあ、賃借権バージョンで出てきたので、はいはい、まあ、見事に引っかかって、うん、あ、こういうところも引っ掛けってあるんだなっていうのを気づいて、そこでこういうふうにアレンジをちょっとして練習するようにしました。はいはい、そしたら回答もちょっと変わって、そうですね、誤植ってわけじゃないですね登録免許税なんかに影響してくるので、あ、なるほど、これが登録免許税引っかかっちゃったから今度気をつけないと、はい、ってことで星印つけて注意つけてるわけですね、うん、はい、でこのように雛形を勉強して、でそれから記述の過去問集なんかも勉強したってことですね、その時のショックで。あ、はいはい、そうですね、あまりにアウトプットが足りないんだなっていうことに気づいたので、うん、これ、レックさんの記述式、そうですね、合格ゾーン、はい、記述式ですね、はい、これを元のサイズはもう少し小さいんですけれども、うん、本試験と同じ A4 サイズに拡大コピーをして、はいはいはい、本試験と同じようにこう時間制限も作って解く練習をしていました、うん、あ、そうなんですね。で卓一も、年度別に行った感じですか。はい、そうですね、はい、じゃあ私もよく講義で言ってるんですけど、普段は携帯使用書でも過去問載ってますからと、うん、で直前期に年度版なんかでやると結構効率よく卓一の勉強もできますよって話をしてますが、うん、まさに卓一の勉強も記述の勉強もこの年度別過去問なんかも使ってやったということですね。はい、はい、これは直前予想模試ですね。あ、はい、これはレックから出てる、そうですね、直前の模試ですね、はい、市販されてる、はい、アマゾンで買いました。でこれもだから模試の一環として使ってくれた感じですね。はい、これはもう本当に本試験の3日前に最終チェックっていう感じで、本試験と全く同じように午前2時間、午後3時間使って本試験のつもりで解きました、うん、あ、時間計って、これ私が提唱してる添付書面の色、そうですね、探してるってことですね、はい、水色見やすいですね、見やすいですね、はい、ちゃんとやってくれてますね。あ、これも言ってますもんね、1回目はここまでですよって。あ、はい、でそれでじゃあここから添付書面の色が変わる感じですね。はい、2件目は緑に変えるっていうふうに私はしてました。で、商業登記なんかはね、こうやって添付書類を拾っていけば、うん、済む話ですので、はい、もう自分でね整理するのではなくこうやって拾っていくよなんて私言ってますが、うん、もうきちんと言ったことやってくれてる感じですねはい、まあ、やっぱり1回で受かる方は言ってることは全部やってくれて、うん、でやるなって言ったことはやらないですよね、うん、あまりやってないですよね。そうですね、本当に森山先生に言われたこと以外の余計なことはほとんどしていなくて、うん、まあ、そういう時間もないですし、はい、もう森山先生を信じてその方針に従ってやれば間違いないなというふうに今回思いました。はい、はい、ありがとうございます。なんか合格をするときのなんかいろんなグッズを持ってきていただいたと思うんですけども、はい、お守りもあるってことですよね。あ、そうですね、うん、あ、出した方がよろしいですか。あ、じゃあぜひ出してください。そうですね、こちらなんですけれども、はいはいはい、これは私が使っていたペンケースで、はいはい、ここにお守りをつけていました。このお守りはいつ買ったんですか。はい、クリスマス模試と呼ばれているものが、うん、クリスマスの頃にあると思うんですけれども、はいはいはい、主要4科目、うん、実力診断模試でしたっけ、はい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 、それを私受けたんですけれども、うん、まあ、まともに模試を受けたのはそれが初めてだったので、うん、自分で思った以上に、まあ、取れなかったというか解けなかったということがあって、取れないですよね、はい、もうそれでクリスマス模試が終わった帰りにもうしょんぼりしながら、うん、明治神宮に、まあ、渋谷から近いので、そうですね、うん、歩いて気分転換にちょっと行って、でそこでいただいてきたお守りです、はい、クリスマスに明治神宮で行ったことないですよね。そうですね。で、これをずっとじゃあつけてて、これで、まあ、これをじゃあ置きながらも、本試験に臨んだってことですもんね、うん。あ、そうですね。もうペンケースは常に近くに置いてるので、はいはい、このお守りを見ながら、こう、励みにして、うん、絶対合格するんだっていう気持ちを、このお守りにこう込めて、はい、はい、勉強していました。これ中には、お気に入りのペンが入ってるんですか。あ、そうですね、添付書類のマーカーとか。あ、なるほど、はい、そうですね、普段から使ってる感じですか、それは。今回の、うん、勉強を始めるときにいいペンないかなというふうに探したときに、はいはい、うん、まあ、フリクションのマーカーで消せる、こすると消せるので、うん、
携帯処方書紙に線を引くときも、間違っても後で消せるので、もう遠慮なくもガンガン引いてしまうという感じで使っていました。あ、じゃあこの添付書面の色なんかも、あ、はい、この緑がこれですか？緑と青はそうですね。あ、携帯処方書紙もこの黄色と緑を中心に使っていました。あ、確かにそうですね。はい、黄色見やすいですね。あ、黄色見やすいですね。はい、緑にしてるのはちょっとこう強調したいところですね。あ、緑にした、はい、してるのが覚えたいところとか、そういうところですね。はい。はい、で、普段、記述で使うペンなんかも。そうですね。記述で使ってるのは、このジェットストリームを使って。はいはい、何色かありますけど、色も使い分けるんですか？あ、そうですね。これは黒、赤、青の3色のボールペンなんですけれども、うん、はいはい、例えば商業登記、うん、まあ、不動産登記もですけど、1件目、2件目っていうふうに、うん、書かなければいけないので、問題文にメモを取るときに、うん、1件目はこう赤でメモをして、うんうん、2件目に書くべきものは青でメモをするっていうふうに色を分けて使っていました。あ、いいですね、それ。そうするとあれですね、1件目と2件目の情報が錯綜しないですね。そうですね。で、このあたりの青は2件目ってことですね。うん、あ、そうです。で、じゃあこれ1回目見ると、あ、赤いですね。そうですね。あ、すごい、はい、いろんな工夫されてますね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっともう一色あったらよかったなって。うん、ああ、三件目があるってありますもんね。そうですね。三件目がある場合があるので、あと緑とかあったらもっとよかったかなっていうふうに。ジェットストリーム確か4色のもあった気がしますからね。そうですよね。はい。はい、ありがとうございます。で、そんな形で、ね、勉強されて、もう直前期ですけど、直前期辛くなかったですか？直前期は辛いというふうにも噂では聞いていたんですけど、うん、そんなに辛いのかななんて実は思っていて、思ってたんですけど、うん、実際に迎えると本当に辛くて、うん、毎日苦しかったです。ああ、どういうふうに苦しいんですか？寝らんないとか。そうです。夜寝つけないとか、うん、小さな音でも目が覚めちゃったりとか、うん、今まで私、眠れなくなったっていうことが幸いあまりなかった人生なんですけども、うん、今回初めてちょっと寝つけないとか、うん、睡眠に影響が出てきてしまって、うん、ちょっとびっくりしました。そうですね、本当にこの試験って本当に大変な試験で、うん、本当に今まで人生で初めて寝れなくなったってことですね。そうですね、はい、はい、で、それを乗り越えたものっていうのはやっぱりさっきのお守りだとか、うん、やっぱり勉強しっかりやってきたっていう気持ちなんかもそうですかね。そうですね、うん、私は勉強を始めるときに後になってからもっと勉強しとけばよかったっていう後悔は絶対にしたくないなっていうふうに思って、うん、はいはい、もう後悔しないぐらい勉強しようと思って、そうすれば、もし不合格だったとしても受け入れられるし、うん、というふうに思っていたので、もう今までやることはやってきたんだから、というふうにもう直前期は思って、うん、もう自分の力を信じるのみでした。ああ、いいですね、はい。もうここまでやってきたんだっていう、うん、まあ、まあ、やってきたっていう事実もありますもんね。はい、それでじゃあ本試験乗り越えようと思って、まあ、本試験に行ったって形ですね。はい、あとはね、なんか猫も癒しになってる。あ、そうですね。かわいいですもんね。はい。猫を飼っているんですけど、うん、本当に、もう、なんですか、すべての娯楽を私はもう諦めて、うん、もちろん勉強して、勉強だけを、はい、していたので、うん、もう猫が唯一の娯楽というかですね。いいですね、猫。すごく癒されましたね。癒されますよね。うん、はい、元気もらいました。あ、よかったです。はい、勉強邪魔してこないですか？あ、大丈夫ですね、結構。勉強してる様子をこう部屋をこう覗きに来たりとか。ああ、かわいいですね。したりとか。まあ結構応援してくれてるような感覚でした。うん、よくできたね、これね。はい。で、本試験それで突入していったんですけれども、本試験の日は緊張したりとかしました？思ったより落ち着いて臨むことができました。うん、本試験の2週間前に、うん、現地の下見にも行っていたので、あ、いいですね、それが効果があったなというふうに思います。うん、あ、よかったです。現地の下見で、もう場所とかも分かったし、安心して行けたってことですね。はい、はい、教室の場所をチェックして、うん、あと、まあ、空いてそうなトイレの場所をチェックしておくとか。はいはい。で、じゃあ本番もうまくいきました？時間配分とかも。はい、うん。時間配分については、まあ、もともと時間がない試験ですけれども、うん、で、まあ、模試とか、答練とかでも、やっぱり時間がないのは感じていたんですが、まあ、それでも、まあ、なんとか時間通りに、できる時もあったんですけども、うん、本試験はいつも以上に時間がなくて、うん、結構予想外のことが起きたりとか、今まで解いてきた模試よりも問題文が長いとか、それで途中でそうですね、午後の時間はやっぱり時間がなくなってきてしまって、うん、
卓越を1時間で解く目標だったのが、うん、まあ、ちょっとオーバーしちゃったりとかして、はいはいはい、かなり焦って記述を解きました、うんうん、それでも記述の中での時間配分って形で例えば切り上げて商業登記に行くとかそんな感じはできたわけですね、うん、あ、はい、私は不動産登記からやるようにしてたんですけども、うんうん、今回ですね、不動産登記でちょっと今まで出題がなかったようなもの、ちょっと特殊な問題が出てきたので、うん、はいはいはい、もうそこは今まで解く練習をしていないものなので、うん、そこはもう一回飛ばしてしまって、うん、もうすぐに商業登記に入るようにして、で後で時間があったら戻ろうというふうにしました、はいはいはい、あ、それはいいですね。やっぱりその共同テストの計算とかですよね。あ、そうですね。うん、あやってるきりがないので、はい、やっぱりそれを飛ばして商業登記に行くという、まあ、全体の時間配分なんかはしっかりできたということですね。はい。ありがとうございます。で、見事合格ですね。あ、はい。はい。まあ、今これ見てる方も、1回で受かろうとか、短期で受かろう、で、次の試験で受かろうって方、見ていらっしゃると思うんですけれども、最後にメッセージとかあればお願いします。こうやれば受かるよっていう。はい。そうですね。私の場合はもう絶対に1回で合格するんだっていう気持ちを強く持っていました。もう1回で合格することしか一切考えずに、もう2回目3回目があるとはもう初めから思わないようにしていたので、はい、皆さんもぜひ1回で絶対に合格するんだっていう気持ちを、持っていただけるといいなというふうに思います。はい、ありがとうございます、はい、本当によく頑張りましたねありがとうございます、はい、見事合格です。皆さんぜひ参考にしてみてください。根本さんも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。